皆さんこんにちは、ココアシちゃんの西本です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ココハウスで最もね再生回数が多い葉山の里山古民家物件に来てます。実はですね、明日からこの里山物件外構工事の2期工事が始まるんですね。今日はそのビフォーということで、どれだけちょっと敷地が大きいか、またさらにこの荒れ放題をちょっと見ていただこうかと思って今日は現場に来ました。それではとりあえず一番ちょぼいとこ行きましょうか。行きましょう。生い茂ってる時はこれが必要ですからね皆さん。これ何をするかっていうと、だいたい人が通ってないところ、蜘蛛の巣がすごいんですね。ね、行きましょう。おお、結構ねここもね足場悪いんですけど、昔のちょっとねこう階段があってなんとか登りますんで行きましょう。昔はねここかなり手入れされて、素晴らしいツツジがあり、サルスベリもありね、桜もあり、梅の木もあり、ツツジもあり、本当ね素晴らしいこう裏山だったらしいんですけど、なんとかこうですね復活させたいと思いますんで。これすごいね、ちょうど2ヶ月3ヶ月前に草刈りしたんだけど、もう全然これだね、すごいわこれ。でもね、明日明後日の工事が楽しみだね。これがどんな風になってるか、素晴らしいここが畑になってると思いますんでね、楽しみですね。あそこの緑の今イチョウの木がありますけど、秋になっても黄色になって、冬になると落ちるとサーミアンが見えるんですよ。ここはね素晴らしいですよ。東屋建ててね、ちょっとここでお茶なんかやってお手前頂戴いたします、やると素晴らしいね、お客様喜ぶようなエリアになりますね。そういうおもてなしができる邸宅用紙でございますのでね、楽しみですね明日明後日の作業が。さらにも大事なポイントが生け垣なんですね。ここには、サンゴ樹っていう木の素晴らしいこう生け垣あるんですけど、それも明日が手入りますんで、それも今から見ていきたいと思いますんで行きましょう。はい、来ました。こちらの里山古民家物件の顔ですね、サンゴ樹の門かぶり、これいいでしょう。これは絶対残さないといけないですよね。もちろんこれ残します。そしてここの門かぶりが出ると、ここにあるのがツツジ、ツバキ、サンゴ樹の綺麗なこの外構並んでるんですけど、ちょっと今ね数ヶ月手入れしてないので荒れてますけど、明日明後日の剪定でこれ綺麗になってきますんで、どんな風になるのか楽しみですよね。ここを駐車にするっていう案もあるんですけど、やっぱりねこのサンゴ樹とこれはツバキですね、これも残していきたいので、あえてここを残して、で明日からこの生け垣を綺麗にまたこの綺麗に雑草してきますので、どう変わっていくかね楽しみですね。こうご期待ください。はい、皆さんご覧ください。1ヶ月ぐらいかかりましたかね。今回はこの葉山里山古民家物件、生垣がぐるっときれいになりまして、前ここね草木ぼうぼうだったのが結構伐採抜根していただいて、来てください、きれいなね野花咲いてます。生垣も終わりましたので、今日はぐるっとご紹介していきたいと思いますんで、そして最後にですね、ちょっと番組の終わりに、ちょっと報告がありますんで、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。ここもねサンゴ樹の門かぶりですね、ご覧ください。結構これもね綺麗に整えてもらいました。ぐるっとこう回ってね、これはね絶対残してほしいので、ぜひこのお家を使用される、また住み継ぐ方はシンボリツリーとしてご利用していただきたいと思います。ご覧ください、いいですねこの青とした芝生。もうね1ヶ月経ちましたので、2ヶ月ぐらいかな経ちましたので、本当芝も根がしっかりついて、ちょっとところどころモグラ君がね元気なもんですから、このモグラはポコポコ出てますけど、今これねモグラ余計音が鳴るやつですね、つけてますけれども、これでなんとかまたこの芝生を青々と維持管理していきたいなと思います。さあこの芝生をね、この素晴らしいこの庭空間が終わりましたけど、この古民家と合わせるように築18年の外壁を焼きすぎですよ。この色いいでしょう。今回ですね焼きすぎを採用しましたけど、中でも煮すぎっていうカラーを選びまして、これから経年変化も楽しめる材料にしました。この色とちょうど古民家の色はですねバランスがいいものですから、ご覧ください。ドローンで見ると分かると思いますけど、いいバランスになっておりますので、ぜひお楽しみください。でこの正面のところはですね、こういう縦格子の格子状にしてデザイン考えまして、ちょっとしたね料亭でも蕎麦屋でもできちゃうようないい感じですね。でこのデッキはセランカンバチという木を使いまして、結構しっかりした木です。本当に何十年と持ちますので、まあ、メンテナンスは本当ホイールぐらいで塗ればまだまだ持ちますので、いい材料も使っております。さあここの外壁も終わったところで中行きましょうかね。中もどんな工事したのかというのもご紹介していきたいと思います。行きましょう。いいですね、いいですね、おばあちゃん帰ってきたよっていうような雰囲気ですよね。いや本当なんかね、やっぱ香りがね懐かしい、本当田舎の香りがするんですよね。独特のあの何ですかね、木の香りとちょっと何ですかね、米とかぬかの匂いっていうの、
そんな香りをしますよね。この土間10畳ぐらいあるんですかね。いい雰囲気ですよね。古民家の特徴っていうのはこの土間に屋根裏に登る階段があるんですよね。前回見せましたけど、この屋根裏に登るといい梁がドーンとあるんですけど、その梁をここから見せるのか、はたまたこのねちゃんとこう天井を作って上に乗せるようなスペースを作るのか、今後これはこれを利用する方のアイデアとか工夫で素晴らしい物件になると思いますので、そこも皆さんお楽しみください。おお、いいですね。やっぱ和室がこう二間連なってるのがいいですね。縁側があって、で今回この家は築100年以上経つんですけれども、ここをですねインスペクションしましたら、ここの母屋の方ですね、床のこの基礎の木がやっぱりシロアリにやられてました。こんな太いでっかい土台だったんですけど、残念ながらもう朽ち果ててましたので、そこを全部交換ですね、新しい土台と根太もやりまして、ピシッとレバーを合わしましてですね、今回これ畳なんですけれども、仕上げとしてはフローリング、無垢の木でも張れるような施工をしておりますので、次回のこの住み継ぐ方がですね、畳にするのかフローリングするのか、その辺は自由に選べるような施工をしておりますので、ぜひですね住宅でもいろんな事業用でもお考えの方にはぜひリノベーションを楽しんでいただける物件にしております。ここはね、あの大宮なんですけどけれども、まあ、この土間がありまして、ここ上がってきて昔客間だったんですかね、ここにいろりがあったようなこういろいろなブースが煙突がありますけれども、ここにねいろりなんかあってピシ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 焼いて魚なんかといいですね、雰囲気がいいと思います。さあこの部屋からこちらにですね廊下に渡ると、築18年の前オーナーさんが作った増築した部分があります。こちらはですね間取り F3LDK の、建物になっておりまして、一応ここでも住めます。ですからこの物件というのは大体2間あると思ってください。こちらは場合によっては居住用の方が住まいになりまして、こちらがなんかイベントスペース、もしくは何かのこう事業できるようなスペースとしてもご利用できると思いますので、住みながらここでいろんなこう運営できるってことも面白いかなと思いますので、ぜひですね、こういう葉山の古民家里山で、こう人と離れたこの雰囲気で事業をやりたい方は、もってこいの物件でございますので、ぜひここは一緒にコラボさせていただけたらと思います。この増築部分の一番いいところはやっぱりこの部屋なんですよね。何がっていうと、一番日当たりいいんですけど、このウッドデッキで作ったことで眺望がいいんですよ。ご覧ください。うわー、これやっぱり本当里山ですよね。目の前は畑ですよ、うん、家庭菜園やってる方もいればね、あの結構ブルーベリーとかみかんの木になったり、柿の木もあったり栗の木もあったりとかですね、タケノコもあると、本当に何ですかね、もうここに住みながらも周りでこういろいろ野菜取れちゃうっていうね、素晴らしい立地だと思います。でこれがさっき申し上げたウッドデッキですけど、セラン間伐作ってるんで、まあしっかりしてます。多分10年15年20年持つでしょう。しっかりオイル染み込ませればいいデッキだと思います。この景色いいですよね。このぐらいスペースがあれば家族4人ぐらいまでだったらテーブル出してお茶とかができるんじゃないですかね。七輪出しても三枚焼いてもよし、葉山牛焼いてもよし、いいスペースだと思います。そしてこの裏山もまたいいんですよ。後でこれも登ってきますんでご紹介したいと思いますんで、行ってみましょう。皆さん行きましょう。次ならご紹介したいのは、今回ね数週間つけてやりました庭もやりました、そして裏山ですね。このね里山古民家物件はこの裏山も素晴らしいんですよ。何がっていうと、ご覧ください。アジサイ、モミジ、キンモクセイ、松、梅、サルスベリもあり、イチョウもあるんです。約20種類ぐらいの綺麗に整えられた山だったんですね。これにはびっくりしました。本当に前オーナー様の愛が伝わる山ですね。こんなの自分の敷地に持てるって超贅沢ですよね。ぜひぜひこの裏山も次の方も維持管理してほしいなと思います。じゃあ行きましょうか。裏山行きましょう。前回でも全然いいですね。ほうき持たなくていいですもんね。蜘蛛の巣もないし綺麗ですよ。ありがとうございます。綺麗にしていただいて、なんか緩やかな坂でね、ここもなんか子供なんかいたら最高でしょうね。ちゃんと階段作ればね、結構お客様呼んでも皆さん喜ぶスペースできるんじゃないでしょうか。お嬢さんがいたらね、ほんといろんな草木が咲くんで、花摘んで子供と一緒にここでね、なんかこう菜園もいいですけど、四季折々の遊びができますよね。男の子も女の子にも、そしておもてなしの素晴らしいこのスペースだと思いますんで、いいと思います。気持ちいいですよね。ほんとここ来るとね、流れてるこう風も違います。気持ちがいますね。なんか気持ちいいんですよ。景色もいいでしょうけど、360度誰からも覗かれない、すっぽんぽんでも遊べますねここでね。そんなような空間じゃないでしょうか。お楽しみください。いかがでしたか皆様。はい、こちらがね古民家の屋根裏でございます。すごいでしょうこの張り。このね里山古民家物件、実は都内から車で来ても1時間ぐらいで来れて、渋滞ないんですよ。しかも今まで歩いて、まあワンちゃんついて2、30分ですかね、歩いて緩やかな平地を歩いていけば、あの石垣海岸に出れて、まあ海もあり山もあり、近くにもね車で行けば5、6分のところでスーパーもあります。
そんな素晴らしいこの立地ですね、この物件を今月の末28、29、土日ですね、完全予約制の内覧会を行いますので、この物件に興味を持った方、ぜひともご覧になってください。こちらは売買も考えてますけど、一応場合によっては賃貸の方も考えております。この立地でちょっとこんな事業やってみたいんだけど、こんなことやってみたいんだけどっていうことをですね、我々もアイデアを募集させていただいて、お客さん募集したいと思います。今ね、いろんなお客様いらしてくださってます。この方だったら何か早間のうちにいいなとか、地域が盛り上がるような方にお譲りしたいと思いますんで、ぜひこの古民家物件に興味持った方はいらしてください。そしてですね、この小橋チャンネルはこういう物件情報とともにライフスタイルも提案とかしてますので、ぜひですね、この鎌倉から葉山に移住したい方、また開業してる方、考えてる方はですね、小橋チャンネル登録していただいて、グッドボタンもお願いします。我々もっと頑張りますんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。今回どうもありがとうございました。